京都市立伏見工業高等学校は、京都府京都市伏見区深草津塚町に所在する京都市立の工業高等学校。1920年、京都市立工業学校の文教場として創立された。1925年、京都市立第二工業学校として独立の学校となった後、学生改革や学校再編によって幾度かの公明変更を経て、 1963年から、現校名となる。全日制課程は2016年度より、京都市立工業学校を前身とする京都市立、洛陽工業高等学校と統合され、京都市立京都工学院高等学校となったが、夜間定時制課程は、対象外のため、統合が完了した2018年度以降も、夜間定時制単独校として、従来の校名。 高知で存続している。2021年度より、京都市立西京高等学校定時制と統合し、伏見工業高等学校の高知に、京都総和高等学校が開校する予定である。京阪電気鉄道京阪本線伏見稲荷駅より、徒歩約6分2011年9月10日、午前9時より、同校グラウンドにて、ラグビー部の練習をしていた3年生男子部員が、 走り込みをしていた正午頃に突然倒れ、痙攣などを起こした。病院に搬送されたが、約3時間後に死亡。京都市立高等学校の再編に伴い、昼間定時制課程が廃止され、全日制課程が京都市立洛陽工業高等学校と統合され、京都市立京都工学院高等学校が開校した。ありがとうございます。